はい、どうもちさんです。ザ・ウィッチャー3ワイルドハント続きやっていきたいと思います。ゲラルトはエレディンと対峙しなければならなかったが、仲間の助けがなければ勝てる見込みはなかった。とりわけ強力な魔法が必要だったため、トリスとイェネファーは女魔術師会の再結成に取り掛かった。アバラックもまた自身の計画を立て始めていた。エルフの賢者はワイルドハントの王の支えをその内側から崩壊させることにした。彼はゲラルトと二人でいくつかの世界を渡り歩き、ティルナリアの町でエレディンの右腕ゲールズを発見した。ゲールズはアルダーの民の前王の忠実な臣下だった。エレディンが大殺しであることを知った彼はアバラックとゲラルトに協力し、エレディンを倒すことに同意した。はい、ということで女魔術師を2人ほど見つけて、でそのしかも相手方の一人の進化を仲間というか、まあもうお前は戦いに参加するなというふうになって、ちょっとこうね準備を整えております。でですね、ゲラルト自身も用意をしなければと思ってですね、装備を整えておきました。はい、ということですね、こちら狼流派のウィッチャー装備のですね、これまだ最上級じゃないんだけど、レベルが足りないから最上級は無理なんだ。高級いきましたです。これだけ猫流派です。さあやっていこう。えらく遠いところにいるな私は。どこかにリンデンベイルか、マーカーついた？オッケー。ちょっとここでファストトラベルしよう。よし。いやー、狼流派っていうからさ、白黒とかそういうモノクロ系かなと思ったら、まさかの赤っていう。意外と派手。よし。昨日子供にキノコ。もう一個。見てみて。一人で？わかるでしょ。子供が。33だっけなレベル。もしかしたら次のあれで上がるかもしれないね。予備グラドの鳩は。はあ。どうなるのかな。もう物語も大詰めですけどね。どうなることやら。見張れにの目。よし。もう目と鼻の先じゃないか。こんな大きな筆塗っていくんだ。もし嘘なら何してんの。ワイルドハントからシリを守るのに協力してくれれば陛下の特赦が受けられるわ。信用できるならいいけど。大丈夫よ。フリンギラは？それはわからない。でも陛下に掛け合ってみるわ。挨拶する間もなく計略の準備が。そういうサガなのよ。特赦を約束って本当？本当か？エムヒルを説得して特赦とは。シリを守るのに協力してくれればね。絶対無理だと思うよ。エムヒルがそんな取引に応じるとは信じられんな。別にあなたに信じてもらわなくても結構。ね、フリンギラに何かあったの？フリンギラについてだが、何かあったのか？トリスが連絡が取れないと言ってた。帝国の力にディメリティウムの力で幽閉されてるからね。リタから仕入れた情報よ。なんで知ってんの？リタは牢屋から出たばかりだろう。どうして知ってる？投獄される前にフリンギラと話したそうよ。陛下に召喚されたみたい。理由は謁見を話すって言ったそうよ。その直後音信不通に。そういうのはラドビッドの専売特許だと思ってた。気に入らないわね。それじゃ約束が違う。全部終わったらそれについて陛下に伺わないと。
行きましょう。みんなが待ってるわ。ああ。なるほど。なんかフリンギラってなんか他のサイドクエストに名前出てなかったわ。あ、違う人か。国家の理性。また違う人か。まあ行こうか。マルガリータすごいんだよな、格好が。アバラキュー。みんな揃ってるぞ。お前が最後だ。出航するか。あ、行こう。怒りをあげろ。うおー、すごい夕日。赤いね。ちょっと緊張するな、これから進んでいく先。会えてよかったな、ほんと。これで陛下の居場所がはっきりしたわね。父はスケリッチを征服するつもり？みんな私の仲間なのに。スケリッチをあなたに送りたいのよ。シントラや帝国領すべてと一緒にね。でも強力な味方ができた。え？皇帝もワイルドハントとの戦いに手を貸すことになる。フリンギラの居場所も分かった。ああ。シリの音さ、気難しいからな。急いで太陽の石を見つけなくちゃ。スケリッチでやることが山積みね。フリンギラ、彼女の力が必要よ。俺をエムヒルの船に飛ばせるか。無理。皇帝の寝室より強い結界が張られてるわ。力ずくで行くしかなさそうね。フリンギラの力は不可欠だ。そうか。こっちに気づいてんのかな。こっちに気づいてるのか。エムヒルの魔術師よ、当然ね。フリンギラビゴの問題が片付いているなら小舟にでも乗せて送ってくるんじゃないか。解決とは程遠い状態よ。女魔術師会に危害を加えないという約束だけど。フリンギラの問題はややこしいの。彼女は反逆罪で正式に死刑を宣告されてる。あら、ま、エムヒルが彼女をどうするつもりかは自分で確かめてきて、乗り込む方法を思いついたらね。まあ自力で乗り込もう。自力で皇帝の船に乗り込む。泳いでいくつもり？天を背負って。船の上から狙い撃ちにされて、我こそは舞い踊る白煙って言い終わる前に殺されちゃうのがオチ。それやだな。落ち着いて、彼なら大丈夫よ。近づくなら夜の方がうまくいく可能性が高い。乗り込んだら陛下にこの書簡を見せて、
彼と女魔術師会との間で交わした取り決めを思い出させる必要がある。はい。太陽の石ってのは？まだ太陽の石が何なのかすらわからない。マウンテンエルフたちがアインエレの船を呼び出すために作ったのだ。今ではありえない2つの部族の協力の象徴となっている。おう、おいおい、誰も白の艦隊のギールバンとディリアンの物語を知らないのか。知らん。何それ、聞かせて。教えてくれ。エルフの伝説は大好物だね。アルダーエルフの賢者ギールバンがアインシーデのエルフに恋をした。それがディリアンだ。でも振られてな。あ、ゲラルトにはどうでもいい話じゃない。もう遅い。いい話だぞ。白の艦隊が港を出る日、ギールバンはディリアンに贈り物をした。太陽の石だ。いつかディリアンが振り向いてくれると信じてな。彼を思う心が強まった時、太陽の石を使えば世界のどこにいようとも戻って来られるはずだった。それは期待できそうね。私たちが太陽の石を使うのはもっと大事な目的のためだけど。太陽の石は俺たちでも扱うことができるのか。続きないんだ。お前は無理だ。私は当然使える。あ、そう。女魔術師の力を借りてな。今船室で吐いてる彼女たちね。他のみんなは音信不通よ。あらあら、船ダメだったのかよ、あの二人は。太陽の石がスケリッジにあるとどうしてわかる。エルフの伝説さ。何世紀も前に白の艦隊が上陸した場所にあるという。どの島のどこにあるかまではわからないわけね。やれやれ。エルミウンに聞いてみるか。ああ、そうだね。居場所知ってるの。港で聞くさ。クラフの船がそこに停泊してる。行ってくる。行ってくる。気をつけて。大丈夫。ユニファーからエムヒルへの手紙。皇帝陛下、改めて思い出していただきたいんですが、私たちの取り決めにはこの危険を伴う戦いに参加する全ての女魔術師が含まれていたはずです。言うまでもなく、この戦いでの成功は私たちに必要なものです。すでに女魔術師会の多くのメンバーを集めた今の状況で、そこにフリンギラ・ビゴーを加えさせていただけないことに驚いています。彼女を手放すことをためらわれているのには個人的な事柄が関係していることは承知しています。しかし約束しましょう。私たちの目的はその問題ともつながっているのです。私は犠牲を払い不幸な状況を迎えることになりますが、それでもこちら側の約束は必ず果たします。その代わりにお願いとしてではありますが、必ず守っていただきたいお願いとして、フリンギラの解放を要請します。なるほど。太陽の石、皇帝の船でフリンギラ。もうフリンギラ先行こう。怖いし。ちょびっと遠いっすな、これは。フリンギラね。これだね。暗闇に紛れて、まあちょうどいい時間帯なのにな。鳩場でしょ。カジキ海岸っていうところに行けばなんとかなりそう。よしよしよし。あれ？悩みがあった方がいいのじゃ。さっさと行こう。ででででででで。よいしょ。で、この船乗ってかな。泳いで行った方がいいのかな。移動時のレスポンスってなんだろう。よし。んで、あ、朝になっちゃった。晴れてきた。これまずいだろ。暗闇、ああ、抜いちゃった。ちょっとこれまずいな。瞑想しようか。暗闇って何時だろう。まあ宵の深夜ぐらいまで。
瞑想して、あれ乗れね、あ、もしもしこっちじゃない、こっちだな、なんで後ろ向きなんだこれ。交代する、いいよ、よいしょよいしょ、さあどう乗り込もうか、うわー黒い船だな、沈めろ、撃て、待て、撃つな、俺、くそ、よいしょ、しょうがないな、戻ろう、潜ろう、明るいねこれ、ここの辺、よし大丈夫そうかな、明るないここ、こうなんかさ、これ見逃しに黄色いんだよね、よし、そろそろ上上がらないと呼吸が、さあどうしようか、中にもうさ、船のさ中まで入っちゃったら、中っていうかこの船同士の、おっとっとっと、そろそろ中入っちゃう、多分明るいからさ、先に進まないな、なんかゲラルトさんが進むのを拒否する、ここから先が進めない、どっか入り口があるのかな、どうすんだろう、大きい船だよね多分、この間を、間をなんで停泊してるんだろうこの船、停泊ではないなこれ、やばんな、こっちちょっとあんまりだな、どうしようかな、よっ、ここ、あ、ダメだ、明かりがある、カッコに撃て、おお、やったか、やったやった、ここは待て、ウィッチャーだ、陛下のご命令だ、撃ち方やめ、おお、で、あの、入れて、上上げて使うってなんだろう、よし、よかった、着いた着いた、よいしょ、ウィッチャー、驚いたが会えて嬉しいよ、温かい歓迎をどうも、皇帝陛下。娘を連れてくれば、もう少し違った歓迎をしたのだがな。娘はどこだ？近くには来てるよ。近くだ。白老よ、貴様が首を切られる時も近いな。余が貴様に手出しできぬと知っていて、そのような態度が取れるのだろう。
だが力関係は突然変わる。貴様の価値がなくなり捨てられる時が来ればな。まあよい、お互い深入りはやめておこう。何が目的だ？フリンギラ・ビゴだ。彼女を解放すると約束したそうだ。だがまあ、あんたが忙しいのは分かってる。この書簡に目を通せ。女魔術師会に関する取り決めを思い出すはずだ。ユネファーめ、あの女の頼み事はまるで脅迫だ。そういうところは昔から気に入っている。よかろう。読者の約束は確かなのか。彼女たちが協力する代わりに読者を出すんだな。ユネファーと交わした契約は履行される。それでは答えになっていない。答える必要がない。おい、まあいいわ。そろそろ失礼したい。やっと意見が一致したな。へ、フリンギラビゴを連れてこい。ディメリティウムのカセも外してやれ。おお、すんなりだね。聞いている限り紹介は必要なさそうだ。行くがいい。フリンギラ、久しぶりだな。他の魔術師もアードスケリッグの近くのグインベールにいる。船を用意して。もう船酔いはうんざり。女魔術師って船弱いのか。もうお前らはずっと門を使うな。俺は瞬間移動の方がうんざりだな。あいつは。結構すんなりいったな。話をしに行ったわ。よし、じゃあ次はあれだな、エルミオン。プラフいるの、ここに。あった。白狼よ、見たか。ボロ舟に乗った黒い犬ども、我らが港近くに停泊し我が軍の士気を下げようとしている。そうだね。ああ見た。エルミオンはどこだ。ルゴスに会いに行った。やつめ、アンクライトの者が王座にいるのが未だに気に食わんらしい。あら、そこに黒の軍団だ。さぞ忙しいだろう。ドルイドはあの間抜けを説得しに行ったのだ。エルミオンの火星に行こう。彼に話がある。行け。ルゴスの間抜けに会ったらこう伝えてくれ。いや、何でもない。言葉ならドルイドが知っている。またな。はい。ちょっとえらく遠いとこにいるな。よいしょ。普通に歩けない。普通に歩いてんじゃん。なんか恐ろしいこと言ってる。よいしょ。もう黒の軍団が来てるっていうのにみんな悠長だなぁ。遠いっすね、ちょっとね。どうなるんだろう。ここの戦争を止めとかないとやばいんじゃない。こっちかな。よいしょ。でもまだルゴスは王のあれに決定にあれか、いい顔してなかったか。お、来
掲示板がございますね。羊の疫病用の薬草。この島の羊が死んでいってます。うまいましい。リムーン一族の仕業に違いありません。羊を失いたくなければ、私が特別に調合した、薬草を買って羊に与えてください。疫病にかからなくなるでしょう。本当か？長老会議からの連絡。北方人と黒の軍団との戦いが激化している。スケリッチの子らにとって、これは良い知らせだ。奴らが争う様を静観するとしよう。議会ではどちらの味方もしないことを決定した。しかし、略奪遠征は主として南にニルフガードの騎士に向けて行うこと。死者のための祈り。ドラムンド一族の人々、キツネのラースのドラッカーがニルフガードの海岸付近に沈められた。船員は全員死亡。神々に祈りを捧げよう。痛みを和らげ、復讐の炎を燃やすために。軍団をかけた決闘。ハリュールとスヘールは共にファルゲールの娘軍団に求婚した。軍団は二人のうちより強いものを受け入れると約束した。そこで長老議会の決定により、求婚者2名のうちどちらかが傷を負うまで決闘。危な。皆さんもよくご存知の私の父、エドガー・ウィルムキストが癒してくださる方を探しています。左腕が曲がったままになってしまったのです。どなたかまた盾を持てるようにしてくださる方はいませんか。依頼、盗まれた角笛。私、オルガー・ブラックハンドが書きを伝える。ソドンの野の戦いで、自らと先祖を、恥ずかしめた戦士たちは、私が下した処分が寛大すぎたことを示した。アンスケリックを出ていく前に、奴らは私が祖先から受け継いできた角笛を盗んだのだ。この仕事は、執事のマッシュオスに任せてある。角笛を彼に届けた者は、私から寛大な報酬が支払われるのだろう。臆病者や盗賊を支援した者は私の怒りを買うだろう。おお、ダメダメダメ。なるほど、聖なる角笛。またね、やっときますわ。私たちは母なるフラヤ様の下で。エルミオ、えらい高いとこいるな。まあね、賢者ってそういうもんよね。まだ上。うわー、こう落ちたらひとたまりもねえとこだわ、これ。よっ。ケアヌイール。ガチャ。失礼。ウィッチャーに敬意。おお、戦士がいっぱいいるわ。なんかのあれだね。場所、なんていうの、詰め所みたい。まだ上行く。なんか揉めてる。俺はクライトに平服などしない。分かったか。帝国に組み去ると申されるか。クラフの野郎よりミョルホグの勇気に味方した方がマシだ。ケイの進化も同意していると。裏切り者と呼ばれることになっても皆ついてくるのか。ここは我が領土だ。ドリード、口を慎め。あら、それが謀反でなければ何だと言うんだ。それが謀反でなければ何だと言うんだ。吠えることしかできないのか。クラフに言われて首を取りに来たんだろ。来い、俺が相手になってやるぜ。かかれ。本当に。あら、殺していいのかな。狼流派は痛いぞ。おお、おいや、あ、いいよ、倒す倒す。あ、いいよ、行こう。お前が死ぬ様を見るのが楽しみだ。下がれ、俺がそいつを倒す。行って、にやろ。よし、あいつ早いな。待て待て、一人じゃ危ないぞエルミオン。
ほほいほいや。下がれ、俺がそいつを倒す。いや、いまいましい北方人め。いけ。ほいや。まだいる？ほっ、お前が死ぬ。フィア、一斉リエルド。ほっほっほっ、エルミオ早いな。どこまで逃げんの？マットマン・ロゴス倒しちゃったよ。どこまで行くんだこやつは。あの下の村まで行くのかな。よいしょよいしょ。おじいちゃん二人の消し子みたいになったけど、ホルムシュタインに戻ってきましたね。どこまで行くの？これ縄張りなのか、この村でさえも縄張りなのか。この人一体徒歩でどこまで行くつもりなんだ。ああ、ゲラルト、スケリッジで騒ぎがあるときは必ずお前が姿を現す。やめて、人を疫病みたいに。それは違うぜエルミオン、俺のいないときもあっただろう。クラフの血族を大いにつけたのはお前だ。お前はちょっとした内戦を引き起こしたのだ。だって長年人々はスケリッジの王冠をめぐって争ってきた。それ自体はどの国でも起こりうる左半事という。だがケイヤ・トロールドの血の宴は一線を画していた。人々は裏切り者を必死になって探した。思いがけないウィッチャーの仕事だ。その結果スケリッジには新しい女王が生まれることになった。そらそうよ、しょうがないじゃない。しっかりしたやつが大いにつくべき。ドラムンド一族は予想より早く攻勢に出そうだな。クラフの命でルゴスと協定を結びに来たんじゃないのか。協定だと、クラフがそんな絵空事を本気にするものか。計画をご破算にしたかと思ったよ。いや、ルゴスの死は必ず大きな変化を生じさせる。奴のいいとこが族長になるだろうが、指揮官としては弱く愚かだ。間もなく内乱が始まるだろうが、あっという間に終わるだろう。それにしてもなぜスケリッジに戻ってきたんだ。セリスの聞いたことか。セリスの働きぶりはどうだ。素質は持ってるが、父親の影響から抜け出す必要があるな。ルゴス以外は皆支援を表明している。だが水平線に帝国軍が現れた時、相手を買って出たのは族長自身だった。やるもある。帝国軍に3度の攻撃を仕掛けた。クラフの意に反して出撃し、全て失敗だ。それでも志願する者は後を絶たない。ヤルマールらしいな。太陽の石は？太陽の石について知らないが、伝説ではスケリッジにあるらしいが。ウロボロスの仮面の次は太陽の石か。お前が宝探しに夢中になってる間は怪物どもは安泰だな。アインシーデのエルフには興味がないが、銀融詩人のアイビンという男なら何か知ってるかもしれん。昔未開の洞窟だか遺跡だかの話をしてくれたよ。そいつはどこにいる。今日か、エリンビョルンだろうな。真珠取りのアーリングとハンギョ人のマティアスにも聞いてみろ。湾の東の端あたりの海で潜ってるはずだ。ほう、ハンギョ人。半魚人？なんだそれは。
そういうあだ名だ。何時間も潜っていられる。びっくりした。普通に人間なのかと思った。なぜそんなことができるのかは知らんがな。そいつのことが嫌いなのか。何の恨みもないが、やつの父親と祖父も大嫌いだった。なんで？ありがとう。助かった。言っとくがな、その洞窟だか遺跡だかがもし魔法の力で守られていなければ、大昔にマティアスやアーリングの祖先が荒らして空っぽだと思うぞ。そうか。魔女を連れて行くんだな。一人ぐらいは連れてきてるだろ。4人ぐらいおるわ。団体で来てる。団体で。そりゃ心強い。どうしようかな。神獣採集人かな。ちょっとこっち遠いな。こっちのが近いのか。風が唸っている。なんだって？ルーブ、もういいって。どうしようか。じゃあ今回はこちらで終わりにしたいと思います。次回はこの太陽の石やっていこうかな。はい、ご視聴ありがとうございました。ちいさんでした。